テディ・ペンダーグラスはアメリカ合衆国の R&B 歌手である。本名はセオドア・デリーズ・ペンダーグラス・ジュニア。1970年代のブラックミュージック界で一世を風靡するフィラデルフィア・ソウルのトップスターであった。もともとはザ・キャデラックのドラマーだったが、ほどなくハロルド・メルビンザ・ブルーノーツに合流し、彼をリードボーカルに据え、 既存のコーラスグループザ・デルズを踏襲したスタイルで人気を博した。1977年にアルバムテディ・ペンダー・グラスでソロデビューした後は立て続けにヒット作品を生み出し続けフィラデルフィア・インターナショナルのカンバンドルバコアーティストとして会社を牽引した。同時代のソウルシンガーであるマービン・ゲイやアル・グリーンと共にセックスシンボル的な存在でもあった。 1979年発売のサードアルバム、テティに収録されている、ドゥーメは、日本においては、ザ・ドリフターズが出演していた、TBS のバラエティ番組、8時だよ。全員集合内におけるコント、ヒゲダンスで用いられていたため特に有名であった。1982年、ペンシルベニア州フィラデルフィアイーストフォールズでの自動車事故により死し麻痺となったが、 療養後に車椅子でステージに復帰し演奏活動を続けた。2009年結腸癌であることが判明して闘病生活を送ったが2010年1月13日に亡くなった。59歳だった。1979年発売のサードアルバムテディに収録。同年に TBS のバラエティ番組8時だよ。全員集合内におけるコント。 ヒゲダンスのテーマとして本曲のベースラインを抜き出したものが使用されヒゲダンスの大ヒットにより日本では大きな知名度を得ることになるこのために本での発売元であった CBS ソニーはドゥーメを日本独自にシングルカットし発売 CW はターンオフザライツであった権利の関係上ヒゲダンスとジャケットに記すことができず子供から大人まで 話題集中とのキャッチコピーが添えられた。なお、ドゥーメを起用したのは、ザ・ドリフターズのメンバーであり、ソウルミュージックを好んで聴いていた、志村健の発案によるものである。ありがとうございます。